どうも皆さん、こんにちは。ゆりでございます。皆さん、私、ついに買っちゃった。これどうしよう、本当に。ちょっと明るすぎるかなと思って。どうですか？ちょっとレンズの、この照明の色変えてみたいと思います。これはちょっと赤みのある照明なんだけど、みんなどう？オーマイか。でもこれはちょっと明るすぎるね。これぐらいがいいんじゃない？これだけじゃないんだよ、みんな。てれーん！トゥディオ！って感じ。Oh my God。じゃあこれで今からこっちから撮ってみたいと思います。皆さーん、はい、ということで皆さん、こんにちは。ゆうりです。私はゆうりです。私はユーリです。I'm Yuri. I finally bought camera! あということで皆さん、ずーっとずっと思われてた方がいらっしゃったと思う。てかユーリ、いつになったらカメラ買うんだよとか、そのまま iPhone のままで撮っていいと思ってんのかよとか。ずっと iPhone 撮ってるのって思ってた方いらっしゃったと思います。本当にお待たせしました。私ついにカメラ買いました。機種はですね、キス M になります。キャノンのエモスキス M になります。こちらを買わせていただきました。最初ね、本当にね、何買おうかずーっと迷ってて、で、コンパクト系の、なんかこんぐらいのキャノンの M100 を買おうかなと思ったんだけど、それだとなんか、カメラが詳しい人がいて、その人にずっと相談乗ってもらってたんだけど、その人に言ったら、それはあんまり長続きできないと言われたんですね。長続き？長持ちしないって言われたの。で、私が MacBook Pro を買った時のことを思い出したんだけど、そういえば私はちょっとだけ無理して、いやちょっとだけじゃない。もうかなり無理して MacBook Pro を買ったんだけど、でもそれはいつか巻き返せると思ったら、1000人突破して1万人の登録者さんに出会うことができたんですね。だから、それを考えたらね、ちょっとクオリティを上げて、また新たなステージに上がるには、ちょっとだけいいものを買わないといけないんじゃないかな。いや、ちょっとだけなんてもんじゃない。結構ね、いいものを買わないといけないんじゃないかなって思って、ちょっとじゃない。めちゃくちゃ踏ん張りました。だから私はですね、これからこの一眼レフで撮ることになります。やっほー！はい。ってことで、あんまりこう画質の変化とかわかんないんですけど、今撮ってる感じだと、編集したらわかるのかな？ぜひそれもあげたいと思います。嬉しい。本当にみんなに早くね、報告したかったの。で、しかも照明も買ってね、これから皆さんにどんどん映像としても見やすい動画をね、お届けできるんじゃないかなと思うので、今まで結構こう見ながらストレスを抱えてた方もいらっしゃると思うんですよ。なんでユーリももうちょっと頑張ればいいのにとかって。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。私って優柔不断だから。優柔不断っていうかね。だからね、本当にこれが買えるようになったのも、もう本当、皆様のおかげです。ありがとうございます。
動画を視聴してくださってる皆さんによって私はこのように YouTuber として活動のね幅をね広げることができたと思っております。改めて皆さんにお礼を言いたい、そんな動画になっております。なんか涙出そうになってきた。一旦ビールだけ飲まして。はい、ということで今日の動画はここまでです。ただただこういうものを買いましたっていう動画になってます。皆さん許してくれますか？なかなかねちょっと最近ね動画の頻度上げてないのもねまたいろいろ理由がありましてね、ちょっとまたそれもまたいつか時期が来たらお話できればなと思ってます。もう本当にやりたいことたくさんあります。なのでねこのカメラくんを持ってして皆さんと楽しめればなと思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。まあいいや、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。こんなねゆるゆるな私なんですけれども、動画がねこんなに綺麗になっていいのかなって、大丈夫かな。であとね私髪の毛切りまして、こうやってねもう本当にちょっと嫌な感じね、これ大丈夫かな短くなりすぎたっていう感じになっております。もういつも通りね、機材が変わってもまとまりのない話ばっかりしちゃうのが私なんですけれども、これからもどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。これからの有利にちょっと期待するっていう方いらっしゃいましたらグッドボタンをお願いいたします。みんな良い一日を。バイバイ。じゃあね。